楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずは西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。インサイド落ちました。大きく外れました。さあ勝負してくるのか。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている大島。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。インサイド外れます。155キロです。次が2球目。インコース詰まりました。バッターボックスは3番山田。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。インコース決めました。低めの変化球です。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。インコース詰まりました。さあこれからホークスが守備につきます。そしてバッターは亀井。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。インコース詰まりました。バッターは DH 柳田。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは森下、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手、ランナースタート、見事に。はい、変化球が決まっています。二塁牽制。あっと入らない。これで3ボール。次が5球目。打ちました。4番バッター丸。ツーアウトランナー1塁です。ファーストランナースタート。仕掛けて2回表に入ります。ホークスの攻撃。バッターボックスは4番岡本。イーグルス得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。2球目は何で来るか。ワンボールワンストライクです。3球目見送っています。ボール。インコース詰まりました。バッターボックスには指名打者の鈴木。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。これが2球目。低めの変化球は決まりません。インサイド変化球外れます。さあ4球目は何か。外れました。ボールです。打ちました。バッターボックス坂本。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。155キロがいきなり出ました。インコースボール。ボール先行です。インコース決めてきた。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。
インコースに持っていきました。3ボール2ストライクです。振っていきましたが三振。3アウトチェンジ。2回の裏になります。さあイーグルス、この回は4番から始まります。丸が打席に入ります。イーグルス得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面は空振り三振、ワンアウトです。バッターボックスには5番吉田、森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ふわふわっと上がった。バッターは6番浅村、ツーアウトになっています。アウトコース見送っています。154キロがいきなり出ました。変化球が決まりました。ふわふわっと上がった。3回の表、7番から始まるホークスの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターはビシエド。イーグルス得点に動きはありません。0対0で最終回。バッターボックスには代打の青木。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味がありますからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。ストレート打った。さあそしてバッターボックスには平田が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。踏ん張りどころですからね、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。次が3球目、外れました。154キロ。ふわふわっと上がった。さあそして打席には梅野が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあ、ここまでしっかりゼロで抑えてきてますから、ここも大丈夫。初球打っていった。ここでホークス守備を変えてきました。3回の裏に入ります。7番から始まるイーグルスの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは中村。イーグルス得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。このスライダーは外れます。変化球打った。さあそしてバッターボックスには中田が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ決めればさよならですからね、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打った、アウト。これで3アウト、試合終了。チャンスは作りましたが。